HostTV.com。 歌舞伎町の夜を滑る最大級のホストクラブ、トップダンディ。ホストに関わる者なら知らぬ者はいない夜の覇者がついに陽光と交わった。トップダンディの二部営業、通称朝トップ。今回はそんな朝トップに所属し、お客様のために寝る間も惜しんで動き続けるという一人の新人ホストに密着。眠らない街を体現した超新星の一日に迫る。寝る間を惜しんでお客様のために動き続けるホスト、大橋和也。彼はなぜそこまで身を削り続けながらお客様に尽くすのか。お客様が時間とお金を自分に使っていただいているわけなので、その分をこうどうにか返せないかというか、その使っていただいた分もこちらもお返ししなきゃいけないので、時間で返すしかないと思っているので、時間と行動ですね、常に返し続けようかなと思っています。自分のスタンスとしてやっぱ大切にしてくれた方には大切に仕返したいので、そこはそうですね、しっかり時間はちゃんと使っています。自分が売れているのは全てお客様のおかげという考えを根底に持つというカズア。お客様へ恩返しをするために常にお客様のことを考え行動している。3人のお客様との同伴を終えたカズアは再び朝トップの営業へと向かった。まあ、いつも通りですね。あ、もう全然大丈夫です。そうですね、元気がなきゃもうやってらんないですね。もう3分後ぐらい初回行っちゃうんですよ。あー、なるほどなるほど。初回めちゃめちゃ多いですね。朝トップは初回にもうほぼほぼつけるんですよ、約束がなくても。だからそれがめちゃめちゃおもろいですね。おもろいし強みですよね。じゃなきゃもうここまで売り上げが出てないんで。なるほど、俺のおかげですね。ちゃんと多いです、うん、いっぱいついてますね。もう多いとかなんか10個見てる。そこがこっち未経験からしても、うん、強みというか、うん、ありがたいことです、ね。うん、結構先輩たちは本当にいい人たちで、すぐ仲良くなってって感じで、簡単に言えば本当に仲いいお店ですね、うん。あと代表とかもやっぱ相談にすぐ乗ってくれるんで、うん、初回多くて、あとヘルプもお願いしやすいとかで、うん、本当にいいお店だと思います。同伴を終えてからまだ数時間ほどしか経過していないにもかかわらず、カズアは疲れた様子を一切見せることなく初回の席を回り続ける。こんな感じです。いや、もうみんなもうやっぱアルコール一定量入っちゃってるんで、みんなテンションは高めですね。だからこっちももう合わせに行かないとダメなんで。いや、しやすいしやすいですよね。多分みんなオープンになってるんで、めちゃめちゃ話しやすさはありますね。いや、わかんないですよ、これが。結構盛り上がってる感じありますか？いや、これはもうわかんないですよ。絶対選ぶねとか言ってるクンコが基本的に選ばなかったりするんで。あ、今言われたんですか？いや、もう今なんか一番楽しかったですみたいなこと言われたんですけど、もう多分選ばれはしないですね。ないわ。そんなもんです。そうなんです。時刻は午前10時。ラストオーダーも終わり、店内のあちこちでシャンパンコールが鳴り響く。もちろんこの男も例外ではない。はい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 。ありがとうございます。撮影、ホストTVの撮影が入ってる。なんかカッコつけたことを言おうと思ったっていう。何も言葉が思い込まない。かわいい。どうもかわいい。いつもこう貴重なね、時間とお金を使っていただいて、いつもそばにいてくれてありがとうございます。これからも離れないでずっと一緒にいてください。間違いない。よいしょ。努力家ですね、やっぱり。
自分の見せ方もそうですけど、常に勉強してて、後輩の面倒見が良かったりとか、人間性としても完璧で、まあ同期だとしてでもちょっと憧れもありますし、まああと悔しさもあって、じゃあ俺も負けないように頑張ろうかなみたいな。ホストって最初から売れちゃうやつとちょっと時間かかるやつっていると思うんですけど、カズさんに関しては最初から売れるタイプなんで、もうセンスというかそういうのがすごいあるんだろうな。カズは、考え方がすごい柔軟なんで、いろんな人に聞いて、あ、ここ違うんだ、じゃあここ変えようとか、そうやってお客さんのニーズに合わせるっていうか、やっぱそういうところが今の結果に出てるのかな。で、本当に一人一人のお客様とちゃんと向き合って大切にする、そういったところがやっぱカズさんが本当に優れてるところかなって思うんで、仕事だと思ってやってると面倒くさいが勝っちゃって、感謝とかも考えられなくなって、だるいが勝って、もう寝る一方になっちゃうんですよ。いや、この子は営業ってすぐ一回寝て起きて動くっていうのが、いや本当に俺が全部教えた通りです。全部教えた通りです。だからこうハングリー精神というか、現状に満足しないってところがやっぱり誰よりも優れてる。カズさん、お疲れ様でした。営業、いや、ありがとうございました。大丈夫ですか？もうさすがに疲れたんじゃない？いや、疲れましたし、もうアルコールもしっかり回ってますね、もうこの後はもう寝てきます、ね、今日ぐらいは寝てください。店で寝てきます。店で寝て、また行動開始ですね。もう嫌だわ、あんまなんないですね。やっぱもう自分の姫がいなきゃ自分には価値がない。やっぱ貴重な時間とお金を使っていただいてるということで、もう少しでも恩返ししていかなきゃいけないので、ここから少し行動という感じで、自分の時間を使って恩返しという感じですね。やっぱ今の結果は別に偶然だとも思ってなくて、この行動があるからこその今の結果だと思うので、これ以上の結果を出すにはこれ以上のことをしていかないと、次にもっとつなげていかなければいけないなと思いました。やっぱ自分を大切にしてくれてる人がいるっていうのがもう一番のモチベーションですね。それはもう役職を上げてって、もう数字はちゃんとあるんで、あとはもう後輩の子とかをそういう引っ張っててほしいな。絶対いいお店になると思うんで、カズアが上に上がれば、まあ、成長で言ったらこのまま年間1億円プレイヤーを、なんなら朝トップ初のぐらいレベルになってほしいですし、12月年末で終わった時にナンバーお互いに1、2、3で、同期とか他の仲いいキャズとかもそうですけど、一緒に肩を並べられたらなとは思います。誰にでもありません。特にこの環境ならもう誰にでもチャンスがありすぎ、あり余ってるところに自分が飛び込んでるの で、ね、いや、そうですね。めちゃめちゃ宣伝みたいな。もうぜひ朝トップにということですね。眠らない男、大橋和也、ホスト未経験でありながらわずか数ヶ月でナンバー入りするゆえんは、何事にも全力でやりきるという彼のマインドにある。それはお客様に対しても例外ではない。お客様と真摯に向き合い続ける彼だからこそ、ホストの世界で日の目を見ることができたのだろう。朝トップで脚光を浴び続ける彼は、これから先も輝き続ける。